オークニー諸島主要部の地図オークニー諸島の新石器時代遺跡中心地はイギリスのスコットランドにあるユネスコの世界遺産リスト登録物件の一つ。オークニー諸島のメインランド島に残る新石器時代に属する4種の遺跡、すなわちメイズハウ、ストーンズ・オブ・ステネス、リング・オブ・ブロッガー、スカラ・ブレイを対象とする保存状態の良好さ等によって 北ヨーロッパの新石器時代の文化水準を伺い知ることに大きく寄与している点などが評価された。戦史時代のスコットランド一般がそうであるように、オークニー諸島への狩猟採集民の到達も氷河の緩やかな交代を待たねばならなかった。しかし、西の回路を経て伝わった新石器文化は急速に拡大し、初期の農業施設群や巨石文化をもたらした。 地元の海岸線に見られる砂岩は建築用の石板として普及し、この時期からの多くの建造物群が現在まで伝えられることになった。多くの初期の石造建築物には、戦死時代の集落、石灯、地下構造物、沿道粉、立石などが含まれている。北ヨーロッパにおける現存最古の石像住居は、パパウェストレートのナップ・オブ・ハウアーにあるもので、 紀元前3500年から紀元前3100年頃のものである。保存状態が良く、石の調度品もそのまま使えそうなくらいである。成功に作られ、装飾も施されたアンスタンウェアの土器は、それを使用していた住民たちと近隣の沿道墳と関連づけるものである。メインランド島の巣からブレーにある類似の住居は、 低い通路でつながった村落に分類することができ、紀元前3000年から、紀元前2500年に遡ると推測されている。ここで発見された土器は、ほぼ同時期のメイズハウのエンドウフン型チェンバードケアンにも近いストーンズ・オブ・ステネスで発見された土器の方に属している。すぐ近くのリング・オブ・ブロッガーの環状列石は、アレクサンダー・トムの分析によれば、 最も初期のものの一つで、その目的は、天体観測に、関わりがあったと考えられている。登録対象は、以下の4件で、いずれもメインランド島にある。英語の綴りは、世界遺産センターによる、登録名、数字は、世界遺産の登録 ID である。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。